Okay guys, so I've got a complete banger for you in this video. We are watching the Naoya Inoue versus Karun Jarupyanlerd fight. This is the fight Naoya took just before his matchup with Kohei Kono. Now that we have a scheduled matchup between Naoya Inoue and Marlon Tapales for the undisputed spot at Super Bantamweight, which has a December the 26th date, I will try to provide you with a review of some of Marlon Tapales' fights. So, thoughts and opinions at the end, let's get into the action. Champion Inoue Naoya が白いグローブ、白いトランクス、そして一方チャレンジャーが青いグローブ、黄色いトランクスのランキング1位のトップコンテンダー対ペチバンボーンゴーキャットジムです。さてこの試合の解説はWBA 世界ライトフライ級チャンピオン具志堅用高さん、そして WBC 世界スーパーフライ級チャンピオンの川島寛さん、さらに現在ゲスト解説としてお越しいただいていますのは WBO 世界ミドル級3位村田亮太選手です。お三方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さてまずは立ち上がり具志堅さん、はい、この井上尚弥のまず第一ラウンドどういったところ注目されてますか？いいですね、この立ち上がりの左のジャブは最高ですね、はい、はい、あのもうまあ余裕というかね、うん、まあ、これはもう1ラウンドの立ち上がりはやっぱり大事ですからね、はい。そして川島さんはこの井上尚弥のまず立ち上がりどんなところ注目していらっしゃいますか？はい、あのよく相手を見てますよね、ボディが入りました。そしてそしてジャブを突いて先ほどのボディーブローでしたね、はい、非常にいい立ち上がりだと思います、そしてアマチュア時代からこの井上尚弥のことをよく知る村田選手、はい、村田さんはこの試合まず第1ラウンド注目のポイントを教えてください。まずですね、尚弥が1ラウンド目非常に強いことを相手は知っているので、ガードをしっかり固めてますね、はい、で多分後半で勝負しようという気だと思います。なるほど、はい、まずはこの左のジャブガードを固めてワンツーを放っていきました。チャンピオンの井上尚弥です。まあ、なんといってもですね、川島さん、はい、あのチャレンジャーはトップコンテンダー世界ランキング1位、ここ3年間負けなし16連勝中という強敵ですからね、うん、あの非常に勢いありますよね。またあのビデオ見ましたけど非常に技巧派手ですね、テクニックあります、怖い相手ですね。そうですね、まあ、そしてあの村田さん、はい、あのこのスーパーフライ級戦線ですけれども、今あのこの村田選手からご覧になってもですね、かなりスピードのある展開が期待されると思いますけれども。そうですね、で、まあ、軽量級ならではの、はい、スピード感と尚弥にしか出せないすごいこのパワーですね、この試合でも見たいですよね、はい、まずは左右のボディからそして離れていきました。左のジャブを放っていきます。まず立ち上がりの動きとしては具志堅さんいかがですか？いいので、あのね、パンチにスピードがあるから、これ最高のコンディションで臨んでると思いますね、はい、ジャブからのボディですね、やっぱりスピードがありますね、パンチに ね、 安心して見られますね、まずは左のジャブを落ち着いて放っていきます。しっかりと集中した相手を見せてかぶせるように右のフックを放っていきました。井上尚弥です。今回神奈川県はここ座間市自らのホームで世界チャンピオンとして帰ってくることになりました。そして3度目の防衛戦を迎えています。負けかず負けじと返してきますチャレンジャーのペチバンボーンゴーキャットジムです。左右のボディ左フック、この左フックを得意としているチャレンジャーのペチバンボーンです。左のアッパーを放っていきました。飛び込んでのお開けた、さあコンビネーションまとめていく。この第1ラウンド終了の表示を切って一気にまとめにかかりました。チャンピオンの井上尚弥です。それでは両者の対戦成績をご紹介いたします。まずはチャンピオンの井上尚弥、大橋ジム、今回が3度目の防衛戦になります。ここまで10戦して全勝、8つのノックアウトを奪っています。 KO 率は 80% を誇っています。2戦ぶりの KO 勝利はなるでしょうか。対するはチャレンジャー青コーナーのタイからやってきましたペチバンボーンゴーキャットジムです。 WBO 世界ランキングは1位、トップコンテンダーです。46戦して38勝 18KO7 敗1分け、目下この3年間は16連勝中と今波に乗っている右ボクサータイプです。まず第1ラウンドの印象、川島さんいかがでしたでしょうか？まあ、いろいろ試しているなと印象を受けましたね、ガードでもらって、はい、受けたりとかして相手のパンチ力ですよね、そこら辺を確かめてますね。さあ第2ラウンドが始まりました。白いトランクスが井上尚弥、そして黄色のトランクスがペチバンボーンになっています。村田さん、はい、まず井上尚弥の第1ラウンドは村田さんの印象としてはどうですか？まあ、大人の1ラウンドを過ごしたって感じでしたね。あの様子を見て、
まあ、無理に打ちに行くんじゃなくてですね、序盤に拳を痛めないように、はい、よく見たって感じですね、はい、今村田選手の話にもありましたけれども、前回の2度目の防衛戦では川島さん、はい、第2ラウンドでですね、はい、拳を痛めてしまってですね、そうですね、なのでやっぱり打つところもですね、しっかり例えばボディとか顔面でもですね、頭を打たないような、はい、そういうしっかり確かめた打ち方をしてますよね、よく見てます、はい、やはりそういった経験も一つ糧になっています。具志堅さん、はい、まあ、井上尚弥というのは試合中に怪我をしてしまったりというハプニングはあるんですけれども、すべて乗り越えてきましたからね、はい、そうですね、前回も そうなんですけどね、最後までやっぱり痛いながらね、はい、よく手出していましたね、そうですね、はい、あそこら辺はまさに執念というものは井上家の血なのかもしれない、そうお父さんである井上慎吾トレーナーも話していました、もう父親としても大したものだと褒めてやりたかったというふうに前回の最終12ラウンドダウン劇を語っています。ナイスアッパーですね。さあ相手が向かってくるところに迎撃のアッパーを放っていきます。そして右ストレートを放っていきました井上尚弥です。左のジャブを放っていきます。はい、どうぞ。チャンピオンサイドですけれども、井上慎吾トレーナーからですね、相手の打ち終わりをしっかり狙っていこう、そしてアッパーだというね、言葉が出ていますね、赤コーナーチャンピオンサイドは立本アナウンサーのリポートですが、打ち終わりを狙っていこうという川島さん指示だそうですね、はい、先ほどもなのでジャブの打ち終わりですよね、アッパーしっかり狙ってましたね、はい、またこの左ジャブですよね、非常にストレートのようなジャブを打ちますね、はい、いいと思いますね、それだけ強い左のジャブですね、はい、左のダブルを放っていきました。チャンピオンの井上、左フックを放っていく。さあこの左フック何度も当たっています。さて村田選手、この日井上尚弥の動きですけれども、ちょっと攻められているシーンがありますが、ここはガードを固めています。パンチの威力どうですか、序盤ですけれども。パンチ力ありますね、ストレートのジャブ打ちますね、はい、逆に村田さんからこれが別番ボーンという選手はどういうふうに言ってますか。ガードをしっかりしていて、井上選手に対する対策をしっかりしていますね。なるほど、重たいボディも入れながら、そしてアッパーを放っていきます。チャンピオンの井上尚弥、コンビネーションも上下に散らしていこうという構えです。ガードは硬いですけど、そのガードの上からでもなんか痺れるようなパンチを打ちますよね、はい、相手が前に出てきたら強打のパンチを浴びせていこうというのが井上ジュニアの作戦ではあります、はい、それまではシャープにパンチを打っていこうという井上尚弥。さあステップバックから、そして左のジャブをちょこんと当てて、ワンツー、左ボディ、効果的に上下にパンチを打ち上げていく。第2ラウンドを終えています。チャンピオン井上尚弥です。まずは第2ラウンドですが、しっかりと相手のパンチ、川島さん見えてますね、はい、まあ、ジャブの打ち終わりを右アッパーで狙って、そしてスウェーですかね、はい、打った後も必ず避けると、うまいボクシングしてますよね、少しチャレンジャーの左目の下傷が見えます。さあ第3ラウンドが始まりました。まだまだ序盤の攻防です。さて具志堅さん、はい、まあ、井上尚弥の目標はですね、具志堅さんの持つ世界タイトルの13回連続防衛の記録更新ということなんですけれども、いやいや、やっぱり更新する力は大いに持ってますよ、はい、はい、今日のボクシング見たらね、実にうまいですよ、はい、いつものと違ってですね、左の使い方うまいですね、はい、しっかりとこのラウンドですが、距離を取りながら、そして左のジャブを上下に打ち込んでいこうという井上尚弥。そして相手の右ストレートが飛んでくれば顔をずらす、いわゆるスリッピングアウェイを見せてみせます。そしてしっかりスウェーしながら相手のパンチをかわしていきます。3中川島さん、はい、まあ、なんといってもですね、井上尚弥陣営、まあ、慎吾トレーナーも話をしていますが、攻防一体のボクシングというものを常に意識して練習しているということで、その完成度というのはかなり高いと思うんですけれども、はい、この試合どうですか。今日はですね、もちろんそのディフェンス攻撃もちろんいいんですけども、このジャブですよね、はい、この今日はこのジャブが非常にいいと思いましたね。右アッパー、迎撃の右アッパー、左フックを放っていきます。この一撃一撃のタイミング、村田さん、見事なタイミングですよね。もう天才としてが異様のないようなタイミングで打ちますね、しっかりと別番ボーンを捉えています。チャンピオンの井上尚弥です。左フックを放っていきました。左フックって強振しますよね、いい左、しかし顔をつかみながらも力いっぱいのパンチを返してくるのは鉄板ボーンです。右を放っていきました、鉄板ボーン、ナイスです。しかし井上ボディ放っていく。もう相手も頑張りますね、非常に、そうですね、歯を食いしばって手を出してきますね、はい、
そこら辺は僕が16連勝中という無敵でも50戦のキャリア、大きく勝ち越しているという成績を残す相手、 WBC 参加のアジアのタイトルも掴み取っています。さあコンビネーション、マチカシアの具志堅さん、はい、チャレンジャーもどんどん前に出てきますね。いや、やっぱりあの気持ちは強いね、はい、今具志堅さんからもそのキーワード出ましたけれども、自分は気持ちが一番強いんだと、井上と自分とではやはり気持ちでは自分の方が勝ってるだろうというふうにチャレンジャーのペチバンボーンは話をしています。それがよく具志堅さん現れているんですかね。で相手もいいあのコンディションを作ってきてると思いますね、はい、特にそこら辺どんなところで感じますか。やっぱりね、あの軽量後のタイの選手ってすごく戻すんですよね、もう戻してないと思いますね、はい、鈴木さん、はい、どうぞ。そのチャレンジャーサイド、ガードだけは絶対下ろすなと、ガードに関する指示だから非常に厳しくセコンドから飛んでいます。なるほど、そこの指示、村田選手の、まあ、見立て通りといいますか、あの村田さん、やはりここから辺ガードの硬さというところはセコンド陣をかなり意識しているそうですね。まあ、一発もらったら終わってしまうという、パンチ力を持っているということですよね。そうですね。さあ左のジャブ、そのパンチ力を警戒していて、左ジャブいいですね、左ジャブからの右ボディ、しっかりとつなげてみせました井上尚弥です。井上尚弥3度目の防衛戦です。この右のボディが先ほどは入りました。川島さん、はい、上下の内訳というのは本当に見事ですよね、うん、ジャブからの右ボディ左ボディ、はい、またコンビネーションですよね、非常に今日は目立ってますよね、この人君左ジャブがね。そうですね、まあ、前回の試合では両拳を打撲してしまうという怪我に見舞われましたけれども、今バンテージの巻き方を工夫しまして、うん、厚みがあって拳全体をカバーできる巻き方に変更したということで、本人もかなり手応えを感じています。そしてシャープに打つ練習、そして時折また強いパンチを打ち込むという、そういった練習スパーリングを通して取り組んできました井上尚弥です。落ち着いて相手のパンチをかわしていきます井上尚弥。ここは何といっても地元神奈川県は座間市です。普段トレーニングを積んでいる場所でもあります。そこで世界チャンピオンとして帰ってきました井上尚弥、日本タイトルを獲得した時以来のこの座間での試合ということになりました。まあ、地元での試合というのは具志堅さん、力にはなりますよね、はい、そうですね、やっぱり気持ち、気分がもう違うと思うんですよね、はいはい、やっぱりいいところ見せたいっていうのもあるし、この声援もしっかりと耳に届いているはずです。さあ距離をうまく取りながら、そして左右に動いている井上尚弥、ここら辺のフットワークですけれども、村田選手どうですか。軽やかなフットワークですよね、スピードがあるので相手がついていけないんですよね、そしてサウスポーにスイッチしましたね。左のストレートを放っていきました。ここで川島さん、はい、スイッチしてますけれども、非常に余裕ですよね、まあ、右になったり左になったりして相手を撹乱してね、また足を使ってテクニックで見せてますよね。そうですね、今度またサウスポースタイルに変わりました、はい、井上尚弥です。左のボディを放っていきます。いや、こういったもう変幻自在なパンチの数々、そしてスタイル、井上尚弥は本当に多くの引き出しを持っているのが伺えます。さあ左のジャブから今度はフットワークでロープサイド、しっかりと相手の動きを見ながら自分の足でさばいていくというこの動き、大きく左に動いていきました。攻撃だけじゃなくて、こういううまいボクシングもできるんだという、そういうボクシングですよね、いや、これは具志堅さん相手にしてもなかなか捉えられませんから、かなりイラつくんじゃないですか。これはもう自信がないとできないことなんですよ、ボクシングにね、スイッチするということは、はい、ボディを放っていきます。アッパーです。左のジャブ、そして最後のフックを放っていきました、チャレンジャーのペチバンボーンです。しかしここに左のジャブを見舞っていくチャンピオンの井上、左のジャブです。細かく打っていきます。一番怖いのはやっぱり木抜かないってことですよね、スイッチするときにね、やはり動いて、そしてなおかつ止まった時の気を抜かないで集中するということですね。一瞬にして中に踏み込みを見せました、チャレンジャーのペチバンボーンです。クロスの右を浴びせていきました井上尚弥、ここまでは見事なペースで試合を進めています。このかぶせるような右のフックです。さあ第5ラウンドが始まりました。今回はあり地獄じゃないけれども、スピードの差を見せつけて、やりたいことをやらせない、手も出せない状況にして、そして
そういう状況に跳ね込んでいってから5、6ラウンドあたりでフィニッシュ、そういったイメージを持ってチャンピオンの井上尚弥は話します。まあ、そこら辺川島さん、はい、井上尚弥の想定通りにはここまで来てるんでしょうか、どうでしょう。来てると思いますね、もうちょっとスピードが違いますので、はい、動けばやっぱ相手も強く来れないですしね、わざとこうガードを上げて出してよく見て、はい、攻撃に結びつけるパターンもありますからね。そうですね、なんといっても KO 率しかも 80% を誇る井上尚弥です。しかし気持ちの強さは非常にやはりこの世界タイトル戦にふさわしいチャレンジャーのベチマンボーンゴーキャットジムです。井上尚弥にとっては3試合続けて防衛戦の相手が世界トップコンテンダーという今回の試合を迎えることになりました。左のジャブの差し合いです。そして頭を沈めて、あ、ここで左ジャブ放って最後の2人がボディ、頭を沈めて左、ちょっとガードが空いたところに川島さん、うん、パンチをもらってしまいましたけれども、ちょっと何か気になったんですかね、ローブローのアピールしたんじゃないですかね。なるほど、少し危ないシーンがありました。ローブローですね、ローブローいったんですね、しかし相手は手を止めません。ここで先ほどお返しと言わんばかりに硬い拳が飛び込んでいく、左ロック、右ストレート放っていく、左ロック、右ストレート、ワンツー、井上尚弥力強いワンツーを放っていきました。いやしかし具志堅さん、何かこう意地を見せますね、チャンピオンの具志堅さん、はい、意地を見せますよね。あのチャンピオンいいパンチはね言ってますけどね、挑戦者がやっぱりガードも高いですね。いやいや挑戦者もしっかり研究してますね、左のボディを放っていきました。このコンビネーションに対してガードを固めて左のボディ、最後のボディを放っていきます。しかし村田さん、これだけの手数といいますか、はい、あの一瞬こう手を出し始めたらどんどんこうトリプル、手数本当に井上尚弥の場合は多く出しますよね。そうですね、そしてその一発一発が強いんですよね、ボディ も相当効いてると思いますよ、そして場所さん今しらっと見られましたけども、はい、打ち終わりの防御ガードというのもですね、かなり本当に意識しているそうなんですけどね、はい、ガードはいいですよ非常にね、はい、ただこのチャレンジャーね非常に気持ちが強くて、本当にいいですね、ボディを放っていきます。さあ力強い左ボディを放って離れていきました。右のボディを放っていきます。おっと右を返してきました、ペチマンボーンです。さすがは16連勝中の強敵、さあチャンピオン井上、この強敵を相手に3度目の防衛はなるか。ナイスジャブだ、左のジャブからにいいジャブがいいですね。ここは左のジャブで試合していきました。井上尚弥3度目の防衛戦です。先ほどのラウンドですが、川島さん、はい、井上がガードをほどいたところ、これローブアピールしたということですけど、そうなんですね、そこから連打を浴びせてきたチャレンジャー、はいはい、もうちょっと隙あらばやっぱ攻めてきますよね、この選手も。そうですね、はい、さあ第6ラウンドに入っています。井上尚弥世界スーパーフライ級タイトルマッチ3度目の防衛戦です。まずは左のジャブ、落ち着いた入りになりました。この第6ラウンドです。さて今中盤に入っていますけれども、村田選手、はい、この中盤はどんなところ見どころですか。井上選手さっきくっついてかなり戦ってたんですけど、はい、接近戦で戦っていたんですけど、さっきのラウンド終盤ですね、ジャブを機能させ始めましたね、で今のラウンド見てもやっぱりくっつくよりもジャブを使った距離を取った方がいいというふうに考えていると思うんですね。なるほど、でその距離で多分戦うんじゃないですかね。ですからこのようにして相手が踏み込んできても後ろに下がったりという形に取ってそうですね、でジャブで当たっていましたら次の強いパンチも当たりますんで、まずジャブで組み立てようと組み立て直していると思います、はい、しっかりと左のジャブで試合を組み立てていこうという井上尚弥、しかしコーナーに追い込まれました。ボディを放っていきます。チャレンジャーのベチマンボーンです。最後のボディを放っていきました。左このボディ頭から突っ込んでいきます。川島さん、はい、相手もですね、スキアラはすぐにパンチを打ち込んでくる、そうですね、連打を浴びせてくるという抵抗にありますけれども、まあ、ガードでちょっとこう避ける仕草を見せたらですね、すかさずのボディを連打してきますので、はい、できるだけロープに詰まらないでこう動きながら、自分のパターンに持っていってほしいですね。そうですね、攻撃のパターンにですね、しかしここは距離を取りながら、そして左のジャブを放っていく、ワンツーを放っていきました。井上尚弥です。絶えず前に出続けるのはチャレンジャーのペチマンボーンです。頭をつけてきます。
あとちょっと右が数がちょっと少なくなっているのがちょっと僕気になるんですけど、ね、そうですか。あ、ここでラッシュをかけていこうとしましたペチバンボーンです。しかし左ちょっと痛めている可能性も あるのかなと、はい、左のボディを払っています。強く打ってますね、左のボディです。大丈夫ですね。上にパンチを浴びせてその後に左のボディを放っていく、右フック、右フックを放っている右フックだ、右フックを何度も放っていく、うなずいたペチバンボーン倒れません。非常にタフな相手を迎えることになっています井上尚弥。さあ井上尚弥コールがこのザバに響き渡ります。具志堅さん、はい、あれだけのフックを浴びても倒れないチャレンジャータフですね。やっぱガードはやっぱ固くしてますからね、はい、だからボディからね、はい、上を攻めるっていうのもいいタイミングですよね。これをやっぱり続けてほしいなと思うんですけど、やっぱり今日左 の, あのジャブがいいですね、この左のジャブで一つ試合を組み立てながら相手と距離を取りながら戦っていく井上尚弥です。そしてこの表紙になるとさらに距離を詰めて足をかけていこうというところ、今お互いの腕が交錯する形になりました。さあ井上尚弥はこの後どんなボクシングを見せるでしょうか。執念の逆転勝利を飾った井上拓真、兄にバトンを託しました。その兄井上尚弥 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、3度目の防衛戦です。村田選手、はい、少しこの井上尚弥の動き気になるところがありますかね。どうでしょう。少し右ですね、右のストレート系を打ってないんですね、はい、ついた時に右のフックが打ってたんですけど、もしかしたらストレートの時に拳が当たると痛いのかなと。やはりここでも左のパンチですよね。そうですね、くっついた時にフックアッパーなんですね、はい、ということはフックアッパーで当たるナックルのは大丈夫だけど、もしかしたらストレートで使ってる拳が痛めてるのかなって気がしますね。川島さん、はい、そういったハプニングもですね、次々と乗り越えてきた井上尚弥ですけれどもね、確かにこのラウンドもですね、左手一本で戦っているようにも見えますよね。途中で右も出してですね、手を分からずに分からないようなボクシングをしてますよね、はい、右同じパッド出しますからね、ですからやはり効果的な右を出して置きたいところではありますけれどもね、はい、右を出していきました。しっかりとリーディングでかわして、そして右に動いていきます。チャンピオンの井上尚弥です。ガードを固めていきます。さて具志堅さん、はい、井上のこの終盤の攻防ですけれども、今この流れとしてはどうでしょう。どうご覧になっていらっしゃいますか。だから先ほどから拳をね、はい、痛めてるっていうことだったら、はい、ボクサーは試合中は痛いんですよ。パンチ出すときはだから、思いっきり打てないんですよね、痛めた場合は、はい、だけど今日のコンディションでだったら倒せるような気がしますけどね。そうですか、はい、かなり今回調整も順調にうまくいったということで手応えを掴んでいたチャンピオンの井上尚弥です。鈴木さん、はい、どうぞ。チャンピオンサイドですが、今大橋会長に確認したところ、拳はおそらく大丈夫ではないかということなんですが、ただ左を使って距離を取ってボクシングを作り上げろという指示は終始出ています。あ、そうですか。戦略上の問題なのかもしれませんが、川島さん、左をよく折りより多く使って、そしてまた右に攻めてきてるんですよね。この左でですね、結構相手寄せつけないですよね、このジャブ1本でですね、左1本でも戦えるようなボクシングしてますよね、はい。これまでしかも井上尚弥はフルで相手を打ち抜いていて、それで拳を痛めたところがありますので、今7、8割ぐらいの力で打つように意識しているという話をしていました。ワンツーもそんな強くは打ってないですよね、はい、足でさばいていきます。井上尚弥左に動いていきました。そして左のジャブを相手のガードの隙間にねじ込むようにして小気味よく放っていきます。この左ですよね、動きながら左が非常にいいんですね、左に動いて、そしてジャブを放っていきました。井上尚弥第7ラウンドを終えています。試合はこの後佳境に向かっていきます。この右のストレートをねじ込んでいきました。チャンピオンの井上尚弥です。確かに右のパンチの数は減ってはいますが、それは戦略上という話が大橋会長を通してまた聞こえてきていますが、
その分左ジャブが非常に多いですよね、今日はあのまたバランスのいいボクシングをしてますよ、第8ラウンドに入っています。左のジャブを放っていく井上尚弥、そして一方のチャレンジャーのベッチマンボーンゴーキャットジムですけれども、まあ、かつて井上尚弥が WBC 世界ライトフライ級チャンピオン時代に初防衛戦の相手で挑んだサマートリックゴーキャットジム、あのサマートリックの実はセコンドにこのベッチマンボーンついていたそうで、目の前で仲間が敗れるのを見ていたということで、そのリベンジを果たせるんだというふうに話をしていました。まあ、あの仲間を思う気持ち、それがもしかしたらこの気持ちの強さに具志堅さん、はい、つながっているのかもしれませんね。チャレンジャーは気持ちはやっぱり強いですね、鈴木さん、はい、どうぞ。そのチャレンジャーサイドですけれども、かなり井上はダメージを感じているのではないかと見てますね。あ、そうですか、はい、ここまで手応えは掴んでいます。ただ、ガードを下げると必ず厳しい指示が飛んでいます。ガードだけは厳しく指示を出しています。青コーナーチャレンジャーサイド森アナウンサーのリポートではありますが、川島さん、まあ、チャレンジャーサイドとしてはかなり効いているというふうに見ているということですよね。そうですね、まあ、どういう後はこの作戦で来るのか、はい、ボディを打ってどんどん前進してくるのかですよね。しかし絶えず距離を潰していこうという、あとこういったところを狙っていきます。チャンスと見りゃ来ますからね、はい、そうですね。やはりこう見るとやはり井上尚弥としてもですね、ガードというのはかなり意識しなければなりませんね。そうですね、気を抜けないですね。前回の2度目の防衛戦でやはり、まあ、パンチを浴びてしまうシーンというのが結構多かったので、そういう意味では自分の中でもやはりガード、ディフェンスというところが課題なんだというふうに話をしていた井上尚弥です。ショートレンジから打ち合いになっています。頭を突き合って、そして左のジャブを細かく打っていきます。チャンピオンの井上尚弥、そしてチャレンジャーのベッチマンボーンはその距離を潰していこうという、何かを狙い澄ましたかのように前に出てきています。左のジャブ、そして右。しかし川島さん、はい、やはり井上尚弥としてもですね、ここら辺は冷静に試合を進めているところもありますけれどもね、はい、まあ、非常に冷静だと思いますよ、はい、あのやっぱりこのジャブね、左は世界を制するって言いますから、はい、本当にその通りですね、このジャブは。そして相手の調和もしっかり打ってますからね、はい、基本ですよ、はい、左のジャブを放っていきます。さあチャレンジャーの決断を3度目の防衛戦に臨んでいる井上尚弥、アッパーから、そして頭をつけてショートパンチを浴びていきます。ガリッと放っていきました。この第8ラウンド、試合は後半戦に入っています。強打の井上尚弥、左のジャブ、残り10秒の標識が鳴らされています。相手をよく見ています。そして左のジャブ、足を使いながら放っていく井上尚弥です。第8ラウンドが終わりました。この後は第9ラウンドに入っていきます。さてこのラウンドですけれども、相手の左のジャブをかわしながら、ただここですね、村田さん、こういうところちょっと怖いんですよね。そうですね、ちょっと思わず何度か危ないって言ってしまうようなシーンもありました、で、まあ、こういうシーンもよりも気になるのがですね、尚弥、はい、自身右ストレート7、8割で打ってる、はい、そういう練習をしてるって言ってるんですけど、はい、そのタイトルを取った試合、または初防衛戦の時はガードの上からでも倒すようなパンチでしたよね。そうですね、それをができる状態の上での7、8割ならいいんですけど、はい、もう全力で打てないという状態ですと、これは一つ武器を失っていることになりますので、そこはちょっと心配されますね。あ、そして今日富士山系クラシック2位だった石川遼選手も来ています。武井壮さんも来てますね。村田さんからのご指摘ありましたけれども、まあ、少しそういうところ気になるところはありますけれどもね。ただこの9ラウンド目というところで、村田さんはどんなところを期待されますか。まあ、このままの展開でいくのか、はい、尚弥がどこかで勝負仕掛けるのか、そこはちょっと注目してみたいですね。そうですね、まあ、ここまでは確実にペースとしては川島さん握ってますよね。もちろん握ってますよね。マイランドマイランドポイントを取ってると思いますね。ただあの無駄なパンチをもらわないで、しっかり自分のパンチを決めて、はい、まあ、KO に結びつければ、一番いいパターンだと思いますけどね、はい、頭を沈めて、そしてボディ、そして上へと攻撃を仕掛けていきます。チャレンジャーのペッチマンボーンゴーキャットジムです。左のフック、これだけ強いパンチをもらってますので、頭もちょっとボーっとしてきてると思うんですよ、このチャレンジャーね、だいぶ効いてきてると思いますね、はい、前に詰めていきます。村田さん、ここはあの井上としてはかなり前に詰めていきますね。そうですね、相手の勢いをやっぱり
ま、前に来させてしまうと相手調子づきますので、はい、そういった意味でも受け止めてるんだと思います、ね、なるほど。これ今の試合の流れ展開やっぱりボディを、ね、徹底的に攻めていってもいいかなと、はい、これ徹底的にボディを攻めることによってそこからの展開としてはどうなんでしょうか。あのガードが硬いですからね、はい、やっぱボディを痛めつけた方がいいかなって感じですね。そうすることによって相手のガードを下げさせて上の攻撃、そうなんですよ。それがやっぱり KO に結びつくかなって感じしますけどね、距離を取っていきます。井上尚弥左のジャバしますね、軽くこう打って動いて打って動いてと、はい、スタンド上ですよね、まあ、本当に相手からすればですね、本当あの詰めてくることもあれば、はい、さらに距離を取ってくる時もあるということで、はい、本当にこのいろんな戦い方をしてくるチャンピオン、かなりやりにくさもあるんじゃないでしょうかね、ポイントの取り方が非常にうまいですね、左のジャバを放っていきます。ステップを伝えながら何かこうリズミカルに井上尚弥がヘッジバンドをキャッチの周りを回りながら左のジャブを当てていきます。左、まあ、あれだけ接近戦をしておいて、これが急にこうやって動かれると相手も対応できないですよ、はい、左のジャブで何とか当てようとしたペチバンボーンですが、そこをかわしていきます。チャンピオンの井上尚弥です。しっかりと相手の打ち終わりも狙って左のジャブをついていきます。左のジャブステップイン、中に入っていきます。今度はジャブの差し合いになりました。やはりここは川島さん、はい、ジャブ中心ですね、そうですね、まあ、ジャブでもこれだけ見せれるんだっていうところをね、はい、今やってるわけですよ、ジャブから怖いボクシングをしてると思いますよ、はい、そのうまさをここザマの地でホームで見せている世界チャンピオンの井上尚弥、相手のパンチをことごとくかわしてみせました。井上尚弥がうまさを見せたラウンド、そして一方執念で前にどんどん詰めてこようとするチャレンジャーの対ヘッジバンボーンです。さて川島さん、この左のジャブ、はい、ジャブ打ってスウェーをして避けてまたジャブのリターンですよね、非常に距離をうまくこう把握しているというか、はい、コントロールしますよね。そうですね、この動きにやっぱりこのチャレンジャーがこう対応できてないですよね、急にこう動かれるとですね、そうですね、こうなりますとチャレンジャーで一番ボーンとしてもですね、おそらく、まあ、いくら効いてるというふうに踏んでるとはいえですね、ポイントの面を考えるとどこで攻めてくるのかというところですね、目標しかないと思ってるんじゃないですか、さあ WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ第10ラウンドに入りました。あと残すラウンドは3つになります。鈴木さん、はい、どうぞ。チャンピオンサイドですが、やはり若干手が痛いようですね。あ、そうですか、はい、そして練習の時にも少し腰を痛めていたそうで、その影響も少し出ているかもしれない。ですから本来の戦い方ではない戦い方を今選択しているという大橋ジム陣営でしたね。やはり村田さんの見た通りといいますか、村田さん、はい、あれそういった中でのこの戦い方だったんですね、うん、そうでしょうね、本来の直江じゃないですね、ただ、うん、ここは打ち合いになっていきます。ショートレジエリック、ここからチャンスあると思いますよ、相手もう前に出るしかないですから、絶対に倒しに来るしかないんで、したら隙もできますんで、はい、鈴木さん、はい、どうぞ。チャレンジャーサイド改めて話を聞いたんですが、やはり思ったほど劣勢だとは感じてないんそうですよ、ね、捉えてますね、はい、チャレンジャーサイド森アナウンサーのリポート、まあ、チャレンジャーを、ね、励ます意味もあるんじゃないですかね、はい、セコンドとしてはね、そういうこともあるんですかね、まあ、今回はなんといっても元世界チャンピオンのチャチャイトレーナーが今回ヘッジバンボーンについていまして、日本でもおなじみ競泳ジムのユーリ・アルバチャクを破って世界チャンピオンになった、そのタイでもおなじみのチャンピオンが現在トレーナーについている、はい、決してこれ相手が井上でなければ本当に弱い相手じゃないですよ、はい、この相手って、そうですね、非常に強い相手ですよ、はい、井上だからやっぱこれだけのねボクシングをやって圧倒できるわけで、非常に強い相手だと思いますよ、はい、外からかぶせるようにフックを浴びせていきます。肩越しからのフック、そして左フック放っていきます。チャンピオンの井上尚弥です。挑戦者は判定でもう勝てないと思ってるから、やっぱりどんどん前に出てきてますね、そうですね、はい、まあ、そこの前に出てきたところでカウンターのチャンスは具志堅さん広がりますからね、そうですね、左のジャブを放っていきます。井上尚弥、前回の試合は12ラウンドを両拳を痛めながらも経験しました、それが自分のキャリアにとっても大きいという話をしています。さあここでまとめていきます、
コンパクトにコンビネーションを打ち込んでいくチャンピオンの井上尚弥です。右のストレート上がっていきました。後ろに下がった別番号に対して詰めていく、うん、チャンピオンの井上尚弥。もう気をつけるのは一発だけですよね。そうですね、井上尚弥一発の番手を気をつけることです。はい、この第10ラウンドはまもなく35秒というところになっています。さあロープを背負わせるか。圧倒しますね。圧倒しています。手を出せません。チャレンジャーの別番号ですが、井上が次々と手数を出していきます。おっ、た聞いてる。少し寄られた、少し寄られた。チャレンジャー前で井上、さあチャンスを迎えた。ここでノックアウトを狙うか。あと10秒。右ストレート、黄金の右ストレート。立ち上がることはできないか。すごい聞こえた相手の心をへし折る音が。井上見事だ。右ストレートノックアウト。チャンピオンのプライドを見せました。騙して生まれた才能は世界の伝説になろうとしています。いやー、しかし川島さん、はい、すごい。チャンスとあらばのあのまとめいかがでしたでしょうか。うん、まあ、手が絶対痛いんですよ、そこをあえてね打つと、はい、その気持ちとね、まあ、やっぱプロですからね、お客さんが見てるということでね、はい、KO にこだわったってところは非常に素晴らしいですね。もう聞いてますもんね。右のストレート、村田さん、はい、いかがでしたでしょうか。いや、素晴らしい右でした、何が素晴らしかったっていうと10ラウンド目ですよね、はい、これ勝負かけてるんですよ。尚弥もスタミナ使って、勝負かけてるところなんで、はい、もしこれ倒れなかったらあと2ラウンド、うん、スタミナが切れた状態で戦わなきゃいけないという状態で、それを一気に振り切る力を持っている。限界リミットが見えたところそれを突き破る力を持っている。まあ、村田さんからもお話がありましたけれども。Okay guys, awesome fight. So after watching it, I want to highlight a few things I can appreciate about how Naoya boxes. He is so responsive with his feet, and on many occasions he swiftly stepped or even popped out of range to avoid any engagement with his opponent's jab.This would be extremely frustrating for his opponent because this prevented his opponent from establishing his range. Another thing of note is that once Naoya uses his jab as a rangefinder, it seems like he keeps this distance stored in his memory and understands from where he can accurately launch a multiple punch combination whilst moving forward. This ability often caught his opponent off guard.And allowed him to land telling shots to the body. One other thing I want you to observe in this fight is Naoya's sharp reflexes. Now, a lot of boxers are fast, but do not select the correct movements to offset what their opponents do. In these cases, their speed is being used to hide their flaws in technique, awareness, and effective decision making. Naoya, on the other hand, seems like he only uses his speed when these things are in place.And this is ultimately why his movements look like they possess laser pinpoint accuracy. Anyway guys, that's all for now. I really hope you enjoyed watching the video. Please remember to smash that like button if you've enjoyed watching this update. Leave a comment in the comment section if you want to add anything about this particular fight or Naoya in general. So until my next one, peace out.